ちは。今日は新大久保に来ました。ママ、あ、すいません、インタビューいいですか？ごめんなさい、事務所新大久保よく来られるんですか？はい、たまに。あ、そうなんですね。チーズホットクとかもいっぱいありますね。すごい、パックがたくさんありますよ。え、すごい、わ、こっちにもこんないっぱいある。あ、これ私のおすすめのやつだ。これ値段いくら？今10万入りで1800円。高いかな。本当ね、そんなに変わんない。すごい、韓国みたい。何でもあるね。韓国行かなくてもさ、ここで全部。すごいよ。こちらがかの有名なイケメン通りです。イケメンを探しながら、5年ぶりくらい、イケメンを探しながら来たいと思います。イケメンいるんですか？いない。よっかさまたちか、ここです。ママが買いたいものがあるね。ママがジョンシェムです。あ、疲れてきたって。え、疲れた。これお給料もらえんの私？やだ。 NO! そうだね、注文決まりましたら、こちらの赤いボトル。はーい。この私が大好きな、あの餃子ニンニクの葉っぱ。乾杯。あ、入っちゃったゲーム君で、水抜きの作業やった。すごい、キムチ。うまい。みんなレイちゃん髪切ったの知らないんだよ。みんなって誰？レイちゃんのファン。人気なんだよね、結構。マジで、コアファンいるんだよ。あ、チャッチ来た。すごい人気。今危機一髪、垂れる。熱い、うん、見せて。エビは、うん、美味しい。
みんなもぜひ来てみてね。今日はこんな感じで新大久保満喫しました。いかがでした？楽しかった。なんか韓国今行けない状況だから、ここでなんか本当に韓国に来た気分。ちょっとマスクして、マスクして新大久保で韓国に来た感じで、動画でもねそれが伝わればいいなと思います。今日も動画見てくれたり、なんか私のこの YouTube チャンネル見てくれてる人に、でも本当につまらない YouTube 見てくれてこれからもっと